立ち合いです。左の前足取れない。玉鷲が突き放した。それこそ時間使えず中で入った。ポッと打って足が出た。足が出ました。軍配上がっています。軍配玉鷲。向こう上面の勝負審判が手を挙げました。玉鷲が初金星。春馬富士2敗。向こう上面の放駒さんに伺っていきますが、放駒さん、はい、横綱の足出たんですね。そうですね、出ましたね。まあ、私も確認できました。はい、春馬富士にとっては痛い2敗目。考えてみました。猛烈突きできましたね、玉鷲が。はい、その玉鷲の攻めについても放駒さんに伺います。まずちょっとまだ納得できない様子ですが、放駒さん、はい、今日は横綱を正面に置いていったように見えました。そうですね、突っ張っていったんですけどね、まあ、押せないと見るとやはり右から抱えて、はい、まあ、それがうまく決まったんですけどね。あの小手投げというよりはこういなし突き落とし気味だったでしょうかね。そうですね、はい、頭を少し押さえながらですね、はい、ここで足が出ましたよね。足が出た。この左足ですね、はい、つま先は完全にもう土俵の外です。立ち合いからはどうでしょうか。立ち合いは本当考えて来ましたよね。もろ手で、はい、いつも頭で行くんですけどね。ああ確かにね、はい、回しを切ってここですね、はい、この後、はい、あれを小手に巻いてしまうことがこれまで多かったんですが、そうですね、はい、下に突き落とし気味に打ってるんですね、これね。なるほどね、はい、玉鷲初金星、春馬富士2敗目。二子山さん、はい、春馬富士にとってここで星を落とすというのは痛いですね。そうですね、まあ、取りやすいかなと思ってね、私も予想してたんですが、はい、まあ、玉鷲考えてね、相撲を取りましたし、今日パッとね、こう見てると伊勢ヶ浜の、全員負けてるんですよね。小間部富士から、そうですね、安美錦、宝富士、照ノ富士、はい、ですからちょっと嫌な思いはあったんですが、私も現役の時そうだったんですが、はい、もう周りのこう、まあ、力士がですね、同じ仲間の力士が負けるとですね、すごい嫌な雰囲気で土俵に上がった記憶があるんですよね。そういうのってあるんですね、やっぱり、はい、ですから責任感強い横綱ですから、そういったのは少しでもね、こう脳裏によぎったのかなと思いますね。玉鷲は突き落としで初金星です。